池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちはリファーラルフォーライフのお時間です、えー、この番組は面白いお形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田由美ですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいなというふうに思っております えこの番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問をどん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 募集しております。メールアドレスは7 9 7 a t トマーク f m g の i n o o n e c o m 7 9 7 a t マーク f m g u i ドットコムまでお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスナージオでもお聞きくださいね。そして、えー、これ f m g の i をぜひ検索してみてください。ぜひアプリケーションご覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。 ツイキャスからのコメントもおお待ちしておりますさてさて皆様1月17日でございます、えー、最初にですね皆さんに私はちょっとお詫びをしなければいけないなというふうに思ってますそれは何かと言いますと、えー、もうずっとですね年末から1月17日は沖縄で FM ギノワンさんのスタジオから生配信しますよってずっとぜひお知らせしていたんですけれどもなんと もう予想以上にこのオミクロン株の蔓延が広がっておりまして、えー、今現在、ね、えー、FM 局の方にもなかなかちょっとお伺いすることが、えー、かなわない状況となってしまいました。ですので残念ながら今週はスタジオからではなく収録でお届けさせていただいております。 えー、本当に楽しみにしていたんですけれども今回は皆さん、えーね、残念ながらお会いできなくて申し訳ありません実は1月15日に私のセミナー沖縄で予定しておりまして18日まで滞在する予定だったんですけれどもまあ、それも全部キャンセルというふうになってしまいましたまたね このもう少し状況が落ち着いてちゃんと安心してゆっくり皆さんとお会いできる日を楽しみにしておりますのでそれまでもうしばらくお待ちくださいそして私は今日どこにいるかと言いますと実は先週に引き続きまして山梨県の山中湖からお届けさせていただいておりますあの実は山中湖に、ね、別荘があって、まあ、目の前に大きくドーンと富士山が目の前にそびえ立って くださっているんですが今日も本当にいいお天気で前景が見えておりますこの富士山を見るとなんかすごいエネルギーもらえてねえ私のパワースポットというか大好きな場所なんです一度先週あのここで自分合宿という自分のね見つめる ミーティングそして自分の計画とか戦略をなる練る時間を過ごしていたんですけども今回ちょっと予定外で沖縄の出張がキャンセルになったということもあってもうちょっと自分の中では練りたいなと思ったことがあったので改めてここまで車を走らせてきました大体私いつも2時間ぐらいで来れるので夜車飛ばし合えばねパッと来て。 朝起きたときには雄大な富士山を眺める、眺めることができる、えー、そんな場所に今、来ております。この、ね、風景をぜひ皆さんにも、ねえー、見ていただけたらいいなと思うんですが、今日はちょっと、ね、画像がお届けできないので、またいつか、ね、タイミングがあったらお届けしたいというふうに思っております、はい、そんな富士山のふもとから今日のテーマ、えー、紹介で生産性を向上させましょうということでお話しさせていただきたいと思います。 紹介で生産性を向上させようということですね。うん、皆さん紹介で生産性上げるってなんかイメージできますかね。うん、あの紹介って何でもらうかっていうとただお客様にあい 会えるとか売り上上げ上げられるっていうところがゴールなわけじゃなくって、えー、もっともっといろんなことをうまく工夫することによって実は生産性がもっともっと上がって、えー、いろんなことにチャレンジしたりとか、えー、余裕ができたりしますよっていう素晴らしい仕組みなんですよね。今日番組をお聞きいいいただいている方は おそらく何かしらのビジネスをしていらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうに思ってますがいかがでしょうかまあどんな職業であってもビジネスの紹介とかお客様の紹介って欲しいなとか有効だっていうふうに感じていらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますいかがでしょうかビジネスの紹介欲しい方手を挙げてください <laughs> お客様の紹介もっともっと欲しいよっていう方はい手を挙げてくださいはいなんかほとんどの方が手を挙げているように私には見えました はい。今の質問の答えがイエスであるならば、ぜひこれからお話をすることをお聞きいただき、少しだけでも意識をちょっとね、変えて、えー、行動していただきたいと思います。その前に、皆さんが今会いたいって思っているお客様、そもそもどんな人でしょうかお客様ってどんな人でしょうか 実は最初にお伝えしておくとお客様には3つ種類があるんですねお客様の種類それはまず1つ目見込み客これから皆さんが会う方まだ見ぬ方々でこれから顧客になる可能性があるというような方ですねそして2つ目新規顧客皆さんの商品サービスをお求めいただくも買えますよっていう風に言っていただける方 そして既存顧客3番目ですねこの方々は皆さんの商品サービスを既に体感されていいなというふうに思っていただきまた次も次もというね何度も繰り返していただけるような方になりますなので見込み客なのか新規顧客なのか既存顧客なのか皆さんが誰に会いたいのかっていうのをちゃんと具体的にイメージすることが必要で 今この段階では見込み客という人にこれからのお客様に会うために紹介を使うのだということをぜひ理解してくださいねでは質問しましょうかあなたは見込み客に会うためにどんなことをしていますかあなたは見込み客に会うためにどんなことをしていますかうんちょっと考えてみてくださいね例えば チラシを吸ったりとか、広告を打ったり、テレアポをしたり、直接訪問したりとか、いろんな方法がありますよね。ではそのおいろんな方法で新しいお客様に出会おう、見つけようと皆さんは行動するわけなんですが、今までやっていたその戦略の中でどれぐらいの反応率があったのか、またどれぐらいの成約率があったでしょうか、何パーセントだったでしょうか。 こういった自分のコンバージョンってちゃんと数値化して撮ってますかこれすごく大事なんですよね。これ人によってもちろん違いはあると思うんですけれども、チラシや DM の反応率っていうのは一般的に1%あるかないかと言われています。つまり、1万枚のチラシを配っても10人が興味を持つくらいの反応しか得られませんということなんです。 で、さらにその10人というのが、まだ購入してもらえるかどうかわからないという状況なんですよ。購入に至るには、さらにその数%、パーセント非常に確率は低い結果になってしまうんではないでしょうか。広告やチラシが悪いわけじゃないんです。それはそれで媒体としてとっても有効であるんですけれども、 煮込み客に会うまでの時間や労力、費用っていうのを考えると、成果はあんまり高くないというふうに言える状況なんではないかなというふうに思います。そして、この広告やチラシっていうのは、1回打っただけでは何も変わらないんですよね。 世の中の人にもっと多くの人に見てもらうために実はこの広告って何回も打ったりとかチラシも何回も吸って配ったりしなければならないんです。えー、それでね、その都度そのチラシのまあデザイン料とか あとは印刷費っていうのも何回も何回もかかってくるっていうことになって、まあ、それのじゃあ、えー、何部作ってどれぐらいの反応があってそこからどれだけ制約になったかなっていうのも、えー、一回ねリサーチしてみるといいかもしれないですね皆さんはそういう,う広告チラシにあとどれぐらい何回分の費用を払って制作していきますかまた 一方でこの紹介というのはですねそれらの負担がなくって有益なものになる非常に効果的な手法になります例えば見込み客と会うためにテレアポをしたことのある経験ある方いらっしゃいますかテレアポをお電話して、えー、いついつご在宅ですかとかこんなもの買いませんかなんていうねご案内をするやり方ですよね 実は私自身が新卒で百貨店系の審判会社に就職して新入社員の頃はあのクレジットカーードのの会員獲得キャンペーンペいうのがありました。当時は百貨店が独自のクレジットカードを発行するってことがまだ本当に珍しくて走りの頃だったんですけど特にそのカードでお買い物をいただくと割引になって。 あったりまあ、ポイントががたまるっってていうことがあってそういう特典がついているのではもう日本では百貨店が出すものとしては最初のものだったんですよね。なのですごくこう評判も広がってはいたんですけれどもこの東京の中心地新宿というところにある某百貨店に勤めていたんですがなので、えー、顧客数というのは本当に非常に多かったんです。 で毎日毎日200から300件はお電話して新しく誕生したクレジットカードです、ぜひ会員になりませんかこのカードでお買い物いただくと割引になってお得ですよとかっていうご案内をずっともう来る日も来る日も電話かけまくってました新入社員の仕事はこれですぐらいな感じだったんですよね。もう電電話話してて口に出いいただだけるのはまだいい方で ほとんどつながりませんでした。そしてつながったとしても、まあ、クレジットカードなんていらないよとか、あのそんなまあ、当時は、ね、カップとかゲ、ねえー、ップとかいう言い方をしてたんですけど、そんなの怖いからいらないとか、めんどくさいとか、今忙しいとか、こういう営業電話はもう今後かけてこないでください、ガチャンみたいなね、もうそういうのの連続で、新卒な私はですね、まあそんな対応ばっかりされますと、 まだこう社会にとってもこう希望を持ってワクワクして就職した私もですよ、<laughs> やっぱり、ね、心折れることも、ね、たくさんありましただから、あのー、次の日はね明日は朝から何百,百円かけてくださいとか、ねえー、言われると、もうその日は、ね、出社すること自体が憂鬱で憂鬱でちょっとたまらなかったっていうのを覚えています。 なので1日の労働時間8時間これずっと電話かけ続けるってうーん正直あまり生産性も良くないしモチベーションも下がるしむしろねやりたくな,ない仕事だなっていう,ふうに感じていました。なんですがそれよりも例えば私とすでに関係性があって私がどんな仕事をしていてどんな商品を扱っていて どんなふうにお客様に役に役立てるのかお客様のお困りごとにどんなふうに対応できるのかこんなことを理解してくれそうな人にお話ししてみるとどんなここととが起こると思いますか私がどういう仕事をしてますこういう商品を取り扱ってますこれを提供するとお客様はこういうふうに、えー、お役に立てるんですよこんなお困りごとを私解決することができるんですよ。 こんなことを皆さん話してみたことってありますかねこれをちゃんと伝えてみるとどういう風になるか例えば学生時代の先輩とか後輩とか同僚とか親戚お取引先お客様など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 皆さんの周りの方にですね間に入っていただくことで彼らの後ろの人脈にリーチすることが容易になってきます 皆さんと関係性のある方の後ろにいらっしゃる人脈にアクセスするお会いさせていただくおつなぎしていただくことが容易になってくるということですそればかりではなくってその方の信頼信用をお借りして安心してお会いさせていただけるということも生まれてくるんですよねこんな間に入ってくれる人のことをリファーラルソースと言います リファーラルソースソースっていうのは源っていう意味です。紹介の源ですね。このリファーラルソース、この人たちが、えー、紹介者と、紹介者のこのリファーラルソースの人と皆さんご自身が関係性ができていれば、今まで一日中電話をかけまくって、8時間の労働時間をいっぱいいっぱいやってたことが、この方との電話1本で済んでしまってば、 もしかしかかたたたららたった10分ぐいいで済んんじゃうと思いませんか例えば先輩私今こういうか、えー、会社に勤めてまして百貨店系のクレジットカードの会社に就職したんですけども、えー、このカードを使ってお買い物をいだくとなんと日本で最初の機能なんですけど割引でお買い物をすることができるんですよ。 そしてこのポイントでまたいろんなものと交換することができるという画期的なものができたんですで百貨店でお買い物ってやっぱりちょっとねハードル高いなっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもこのカードを使っていただくと安心してお買い物もいただできるし楽しんでいただけると思うんです周り、まあ、で百貨店でお買い物することが大好きな方がいらっしゃったらぜひ私におつなぎいただけませんかなんてね こんな会話で済んじゃったらこの電話、10分ぐらいいで済んんじゃうと思いませんか。そうすると今まで、えーね、8時間かけてやっとやっと人に会えるかどうかだったことがこの10分の電話でおーいるいるよあうちの母親、すごい百貨店の買い物好きだからあーうちの母親紹介するよなんていうふうにしていただける可能性がぐんと広がるんですよね。 そうすれば8時間かけてやっと会えてたかどうかっていうのが10分で会えるようになっちゃえば単純計算で一日に7時間50分の時間の余裕が生まれるということなんですよ。7時間50分って大きくないですか皆さんはこの7時間50分誰と過ごしますか 今日この番組をお聞きいただいている方いろんなお仕事の方がいらっしゃると思います不動産業の方や保険、ね、生命保険とか、えー、損害保険の方もいるでしょう、えー、また資業の方弁護士さんとか税理士さんとか社会保険労務士さんとかあと司法書士さんですとかね行政書士さんとか、えー、設計士さんとかもう修業と呼ばれる方々また飲食店さんとか美容師さんエスティシャンネイリストパン屋さんとか あと医療品店さんとか家電屋さんとか、まあ、世の中には本当にたくさんの職業星の数ほど職業ってありますよねそして同時に皆さんには同業他社という方もいらっしゃるはずですつまり競合の他社ですね競合他社さんもいらっしゃるはずです実はこの紹介というのを活用すると他のお店より他の会社よりもあなたを紹介してもらえるようになると どんなことが得られるようになるか、ぜひ想像してみてください。これ、紹介を活用することによって、たった一回お客様に会えるということではなく、えー、これを活用すると単、単純に見込み客が増えるだけじゃなくて、実は安定的にリピートしてもらえるようにもなってくるんです。今まで見込み客だった方が、新しいお客様、新規顧客になってください。 そしてこの紹介を,しを,を通じて出会ったお客様というのはリピートしてくれる既存顧客という方にもどんどん成長していくようになるんですねだからこの紹介っていうのはパワフルなんですよこのリファーラルマーケティングの生みの親リファーラルマーケティングの父とか紹介の権威と呼ばれているアイバン・マイズナ博士は Working Smarter, Not Harder というふうにおっしゃってます ワーキングスマートのとはだ訳すとハードではなくてつまり必死にとかがむしゃらではなくスマート賢く働きましょうというふうにおっしゃっていますこの言葉自体はマイズナ博士の言葉ではないんですがこれがむしゃらに必死に、うん、一生懸命働くんではなくってスマート賢く工夫して働くことによって できた時間の余裕を大切な人と過ごしませんかそれがリファーラルマーケティングの行き着くところだというふうにマエツナ博士はおっしゃっています私はこのワーキングスマータノッ t Not harder, この言葉がとっても心に響きました皆さんにも魅力的に聞こえませんかぜひ皆さんも賢く工夫して働くことで時間の余裕を生み出し そしてビジネスも人生もより豊かなものにしていただきたいというふうに思いますこの紹介というのを活用するだけで単なる見込み客に会えるんじゃなくてそのお客様が新規顧客そして既存顧客にも成長していってくださるまたこの紹介者という方やこの皆さん紹介してくださったお客様がですね満足を得ていただくと紹介者になってくれた 真んん中に立ってくれたたたリファーラルソースの方ちでも喜んでいただける実はこの紹介っていうのはお客様にとっても皆さんにとっても紹介者にとっても3人が三方よしのウィンウィンウィンの関係になれるというのがこの私はリファーラルマーケティング紹介のとっても素晴らしいところだというふうに思ってます三方よしウィンウィンウィンこれねなかなかできそうでできないんですよね。 でもこれちゃんとこの紹介を活用すると皆さんはそんなものも得られます。単純に売上が上がるというだけじゃなく、よりもっと大きなものを掴んでいただけるようになるんではないかと思います。ぜひこれもきちんと学んで実践することによってその成果は格段に変わってきます。 ぜひ、えー、皆さんもですね実践していただけたらというふうに思いますまた、えー、今後もこのリファーラルマーケティングの秘訣秘密なんていうのを少しずつお話しさせていただきたいというふうに思っております今日はこの生産性の向上紹介によって生産性の向上を上げましょうということでお伝えさせていただきましたでは、えー、私からのね、えー、お知らせでございますこのリファーラルマーケティングの基礎講座 ああのセミナーの基礎編ですね体験セミナー説明会がオンラインで開催されます1月19日水曜日14時から16時30分リファーラルサクセスオンラインセミナー説明会これ参加費は3000円となっておりますで、えー、またあこのオンラインセミナーは毎月やっておりますのでぜひご興味ある方地域ねいろんなところからオンラインですと ズームでやってますのでご参加いた、だけますますた沖縄では2月にリアルでセミナーを開催できるのを本当に祈ってるんですが、一応日程をお伝えさせていただきますと、2月25日、えー、2時から、えー、6時までですね、Room Full of r e f e r これはディスク理論という行動スタイルのセミナーになっています。そして、えー 翌日2月26日10時から13時まで、これはリファーラルサクセスワン1ン1、えー、このリファーラルマーケティングの基礎編3時間講座となっております。2days セミナーとなっております。これは共に、えー、会場はピーズスクエア、浦添になっております。また3月には沖縄で4日間の集中講座、本講座も予定しております。 これもですね、ぜひ開催できればというふうに思っておりますが、もう皆さんもね、本当にこのコロナが落ち着くことをぜひ願っててください。3月は19、2 0 21、22の4日間、年うしですね、この本講座ですね。今回この本講座は、だいぶお申し込みも入っておりまして、盛り上がるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、感染の ならないように十分に会場は、えー、厳重に注意をしながら開催をしております。定員も半分以下にする予定ではございますので、ぜひ本講座を学んでみたいなということはご検討ください。ご興味をお持ちいただいた方は、えー、アセ s e n t i v e j のホームページ、または、えー、Facebook の アセンティブジャパンのページのイベントからお申し込みくださいませお問い合わせは同じくアセンティブジャパンまたは FM 機能の方でお願いいたしますはいさてさて今週もお聞きいただきましたありがとうございました、えー、なんかね、えー、コメントとかもいただいてるのを見てるとかなり広範囲でお聞きいただいているようで本当に嬉しいなというふうに思っておりますもうメッセージもねいただくと本当に励みになりますぜひ、えー 今後もよろしくお願いいたしますさあ今日は月曜日1週間のスタートです本当にこのねオミクロン株っていうのが年末から一気にまた広がりを見せて第6波という状況になってしまいえまた医療従事者の方たちも本当に大変な中一生懸命に対応してくださっているというふうに思いますぜひ皆さんは感染しないようにですね えー、重症化はしにくいというふうには言われておりますが、えー、気をつけるのが第一だと思います、えー、それは皆さんのご家族や大切な人を守ることにもなりますいろいろねイライラしてしまうこともあるかもしれませんがもうちょっとだけこらえてみんなで一緒に乗り越えていきましょうこの1週間ぜひ皆さんが素敵な笑顔でお過ごしいただけますように。 また来週お目にかかれるのを楽しみにしております。お相手は池田あゆみでした。ご清聴いただきましてありがとうございました。皆さんいってらっしゃい。